ビースト村山プロデュースの最高級プロテインがついに登場しました。最高品質のホエイとカゼインを使ったタイムリリースタイプ、味はグッドマイリッチストロベリー。筋肉をつけたあなたは資産概要欄からぜひご購入ください。こんにちは、ビースト村山です。今回のテーマはたった1種類の腹筋だけでシックスパックを作った方法とはです。どうぞよろしくお願いします。はい、今回のテーマなんですけども、インスタグラムかな、ご質問いただいたんでちょっとお答えしていきたいと思います。以前 YouTube で、シックスパックを作った姿をですねちょっと公開させていただいたんですけれども、その時にですね、具体的にどういった腹筋運動でシックスパックを作ったか教えてくださいっていうですねご質問がありました。で、確かにですね、いろいろお話ではね、しているんですけれども、腹筋をですね具体的に見せたことってなかったなと思ったんで、ちょっと今回はですねそれを公開していきたいと思います。で、そもそも腹筋の割り方なんですけれども、腹筋っていうのはですね、皆さんよく回数をですね重ねている方とかもすごくいっぱいいらっしゃいますし、腹筋が6つに割れるとですね思っている方もたくさんいらっしゃるんですけれども、まずですね、決して腹筋をしたからといってですね腹筋が6つに割れるシックスパックになるわけではないということですね、お話ししていきたいと思います。腹筋をしても腹筋割れないってどういうことだよと思う方もいらっしゃると思うんですけども、まずですね腹筋の筋肉の構造なんですけども、腹筋っていうのはですね大体人によって、6つから8つにですね割れています。これはですね以前の動画でもご説明したんですけども、もともと筋肉としてそういう形に割れているんですよね。だからまず第一前提としてはですね、この上の脂肪を取り除くっていうことがすごく大事なんですね。脂肪がなくならないとなかなか腹筋が割れて見えません。ただもう一つだけ実は方法があります。あと一つだけっていうのがですね、例えば体脂肪率がもう8% ぐらいでね腹筋がこう割れて見える方と 12-3% でもなんかこう割れて見える方っていらっしゃるじゃないですか。で、ここの違いなんですけれども、この違いについてはですね、腹筋の一個一個のパーツのデカさによるんですよ。よりデコボコしている方が体脂肪が乗っていても割れて見やすいんですよね。そういった意味では脂肪を取り除くっていうことも大事ですし、腹筋の筋肉そのものをね大きくするっていうこともとても重要なことになります。そして腹筋をねじゃあ大きくするって言った時に、実は回数をやってもねあんまり意味ないんですよ。回数をやるっていうのは筋持久力をねアップさせるようなトレーニングなんで、一個一個のパーツはなかなかでかくなりません。そして私なんかもそうなんですけれども、私は昔ですね腹筋ほんと300回1セットとかでやって、それを3セットだから900回ですよねやってたわけですよ。でもそんなに腹筋割れてなかったんですよね。で、よく勘違いしている方がいるんですけれども、腹筋の回数をガーってやるじゃないですか。なんかただの起き上がり運動になっちゃってる方ってすごく多いんですね。腹筋を効かせていないっていうのは、腹筋もやっぱり筋肉なんで効かせなくちゃいけないんですよ。で、腹筋でこう起き上がって起き上がって起き上がってってやるっていうのは、実はですね例えば素早くですよ、起き上がる競技とか、例えばなんだろうな、こうレスリングとか柔道とか、なんかそういうんだったらすごくいいかもしれませんね。素早く起き上がって次の展開に持っていかなくちゃいけない、だからそういった意味合いでのトレーニングだったら実はいいかもしれませんが、腹筋そのものを鍛える運動ではないわけですよね。ですので、もしですね腹筋をしっかりこうかっこよく作っていくっていうのであれば、やっぱり腹筋を効かせなければいけないんです。で、腹筋を効かせてるっていう時はですね、回数にしても大体そうですね、もう15回もやれば結構きついかなっていうのでいいと思います。で、実はですね私今期今ですね腹筋こんな感じなんですけども、腹筋は週にですね 1,2 回しかやってなかったんですよね。正直ちょっとあんまりやれてなかったんですよ。やれてなかったですし、1回あたりのセット数って多くて3セット、大体2セットです。で、なんでそんなにセット数少ないかっていうと、私腹筋の日っていうのは別に設けてないんですけども、もう腹筋やる頃にはですね、ヘトヘトなんですよ。ヘトヘトすぎて、もう腹筋がですね、やるスタミナがない、腹筋をやるスタミナが切れてしまってるんですよね。なので、実際ですね、平均で週1、2回やってるかやってないかっていうのが私の腹筋のトレーニングの内容です。で、しかもですね、1種目しかやってません。なので、今回はですね、今期か、この1年はもうたった1種目、そして週1、2回の腹筋で、シックスパックを作ったっていうことになります。
そういった意味ではもしかしたら効率的なトレーニングができていたかもしれません。まあ、話もねこうやって長々していてもしょうがないので、その1種目今期やっていた腹筋運動をですねちょっと紹介していきたいと思います。で実はですね私これを使ってるんです。でこれを使って大体台のですねこういうとこ隙間がわずかにあるので、ここにつま先を差し込んでいきます。よいしょ。でこの状態から手を頭の後ろに回して息を吸いながらスーッと下ろしていきます。で一度水平止めましょう。でここからですね溝落ちを支点にして反ります。反った状態からよいしょ、なるべく背中が丸くないようにですね腹筋が収縮するのを意識してグッと縮めていきます。もう一回いきますよ。まずは水平まで下ろす、そして反ってここが伸びきって息を吐きながら繰り返します。っていう感じです。これをですね、10回から15回ですね。まあ私はなるべく15回やるようにしてるんですけども、やってただけですね。で昔はプレート担いでやってたんですけども、先ほど言ってるんですね、今年はですね、ヘトヘトになってしまって、もうプレートですね、大体まあ重くても5キロプレートとか持ってやってたんですけども、もう全然何も重たいで、これだけやってました。で、この腹筋のポイントなんですけども、一回こう水平するじゃないですか。で、なんで水平するかっていうと、ゆっくり下ろすことによって、下ろすときの腰の反りを減らすんですよね。下ろすときにですね、勢いよく反ってしまうと、よいしょ。こう反ると、すごい背骨にですね、負担かかるんですよね。だからなるべく反らないにロールダウンしてくる形で下ろしていって、そこから初めてこの腹筋を伸ばしたいので、溝落ちを支点にグッと伸ばして、そして、縮めていくと言った感じでやっていきます。だからこの種目に関して言うとちょっとね背中痛い方とかはちょっときついかもしれないです。なので背中痛い方は決してですねこれ無理してやらないでください。私は今回この種目だけで腹筋をですねシックスパックにしているんですけれども、ちょっとね負担があるって言えばあるんですよね。で腰痛い方は例えばですよ、私は結構上半身乗り出してるんですけども、まあ、こういう感じで反らないようにですねちょっとだけ溝落ちを支点に反るようにやってもいいですし、また全然方法変わっちゃうんですけども、本当に腰痛の方っていうのはですね、こうクランチっていうんですけどね、こうちょっと頭出ちゃいますけど、よいしょ、まあ、実際頭つけてもらっていいですよ。膝を90度に曲げて、この腰椎、腰が反ると結局腰痛いので、ここ反らないようにして、息を吸って吐きながら、ふーという感じで縮めてもらうだけでも、かなり収縮入ります。これも丁寧にやるとですね、結構もう15回もやったら結構きついです、本当に。で、これきつくない方っていうのは、やっぱり効かせが甘いと思いますね。で、あとはですね、私の場合、下腹部のね、腹筋をどういうふうに鍛えてますかって言ってたんですけども、本当これしかやってないので、レッグレイズとかは気が向いた時、今年なんかやったかな、年に3回、4回ぐらい、年っていうか今期か、今期3回、4回ぐらいやったかなっていう感じで、正直やってません。じゃあなんで下腹部のあたり絞れてるかっていうと、やっぱりですね、すごくしゃがみ込んだスクワットとかをやっていたりとか、足のトレーニングですね、あとはですね、シングルレッグスクワットとかですね、そういったトレーニングをやっていることによって、やっぱりこの辺なんかは実はスッキリしていくんですよね。だから一概に全部が全部腹筋っていうわけではないんですけれども、あくまでもね、今回腹筋のパーツ一個一個に刺激を入れるっていう意味では、今回やったトレーニングって結構おすすめですので、腰が痛くない方はですね、今トレーニング見せた腹筋をぜひやってみてください。で腰が痛い方もさっき言ったクランチっていう種目に関して言うと痛みなくできると思いますので、ぜひこちらをですね実践してみてください。もしこれで腰が痛いっていう方はですね、ちょっともしかしたらやり方が悪いかもしれませんので、お近くのねいいトレーナーがいらっしゃったらちょっとそのトレーナーに見てもらうのがいいと思います。まあシックスパックっていうのは本当に私はですね昔は縁がないっていうか太りやすい体質ですので絶対体質的に無理だなっていうふうに思ってたんですよ。ただですねやっぱり正しい食事とトレーニングを行うことによって
誰でも、誰しもがですね、腹筋をシックスパックにすることができるっていうことが、自分でも証明できましたし、できるんだっていうですね、自信もつけることができました。ですので、もしですね、真剣にダイエットをしている方だったりとか、本気で体を変えたい方っていうのはですね、決して諦めないで、必ずですね、この体を作ることができますので、ぜひですね、チャレンジし続けていただきたいと思います。やっぱりですね、私もそういった方をですね、すごく応援したくて、こうトレーナーをやっているところもありますので、まあ、もしですね、またこの腹筋以外でも何かご質問があれば、しっかりとお答えしていきたいと思いますので、ぜひ、ご質問ください。はい、今回はこんな感じです。まあ、引き続きですね、トレーニング映像だったり栄養とか知識サプリメントのことをですね公開していきますので、本当に、ね、何か気になることはぜひですね先ほどもお話ししたんですけども、ご質問いただければお答えしていきますので、よろしくお願いします。はい、私のこのビデオでは栄養知識サプリメント、トレーニング情報を公開しております。この動画面白いと思ったり、もっと違うのが見てみたいと思う方はですね、ぜひチャンネル登録と、そしてグッドボタンお願いします。今回もありがとうございました。